はい、皆さんこんにちは。今回何に関してね、言及させていただきたいかというと、海外に出発する予定です。今のところね、明日、土曜日、東京での帰国報告会、これに関しては前、動画で上げさせていただきましたし、個人的にもメールでね、送らさせていただいたんだけど、台風が直撃ということですごく運悪いですね、本当にね。台風直撃ってなんかいやらしいなって感じがしたんだけど、開催中止にしました。というのも延期ですね。11月の、ね、30日ぐらいにまたやろうと思ってるので、その時にね、その時にまたちょっと確定したいまたお知らせしますので、今回ね、結局開催中止で参加できなかった方々いっぱいいらっしゃいます。33名の方かな、またお誘いしますので、ご都合がつけばね、ご参加いただければと思います。で、今回タイにということで、ニュージーランドの協定なんだけど、あさって出発予定です。ただ台風が直撃ということでね、結構大変で、今日ちょっと向こうのね、千葉に友達いるんで、千葉の方にね、行こうと思ってます。で、13日の、多分その深夜に、台風がね、通過する感じになると思うんで、朝方は風が少し残ってても大丈夫かなって感じはするんだけど、ちょっと不安ではありますけどね。で、成田周辺の、空港周辺のホテル泊まりたかったので、なぜかみんなね、多分それ取ったんですよね。空いてなくて、あえて、成田、空港周辺が取れずに千葉市の、ね、友達に泊めてもらうんだけど、無事に出発できることを願ってます。ということでタイにということでね、久々、去年の、12月終わり17日からね、1月の半ばぐらいまでいたんだ、1ヶ月だけいたんだけど、その途中で、マレーシアとかシンガポール行ったりもしたんだけどね、久々にタイということで、パタヤに関しては、ここ2年ぐらい行ってないので久々に行きます。で、バンコク、それプラスアルファでどっか行こうかなって感じはしてるんだけど、だいたいタイでの滞在期間が18日間ぐらいかな、多分ね、いるとしたら。ちょっと前回よりと同じぐらいかな、それより前回と同じぐらいはいる予定ですけどね、その前々回はもっと長かったんだけどね。ということで、タイの動画ということで、これからまたアップしていきたいと思うので、タイ好きな方多いと思うのでね、楽しみにしていただければと思います。それともニュージーランドは初めて行く国ということで、タイ航空 TG で撮ったんだけどね、楽しみにしてます。ここは3週間ぐらい予定します。なので、これからね、1ヶ月と全部で1週間ぐらいということで、出発しますけど、前にもちょっと述べさせていただいた時があるんだけど、海外に持参するパソコンというのは、機能があまり良くありません。で、編集ソフトは入れてくんだけど、編集そしてソフトで出力すると時間がすごくかかっちゃうので、あえて無編集で開けます。ということで、どうしてもね、無編集だと見苦しい点もあるかもしれないんだけど、そこだけご承知いただければと思います。海外だとなかなかね、Wi-Fi の速度も遅かったりして、うまくいかないことも多いので、そこだけね、ご承知いただければと思います。今回このチャンネルを見ていただいている方ともお会いするんだけど、皆さんもしバンコクとかね、もしくはニュージーランドとかもしいたらね、お会いできればと思ってますので、連絡いただければと思います。とにかく、行ってきます。ということでね。9月の1日にロシアから、中南米州ロシアから帰ってきてということで、もう早1ヶ月と1週間以上過ぎてますけど、今年はね、9ヶ月は海外にいるようになりますけど、これからもっともっと来年もね、海外、ほとんど海外ですけどね、海外から発信していく形になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。